ワサップスみんな、どうもギフライターともです。今日も対戦動画撮っていくぜ。まあまあ、これでお互いが事故ったということで1勝1敗。これで勝ったやつが真のマッチ勝利者だ。さあ、選びたまえ。表、はいよ。うわ、表だ。すごいね。すごい。後攻でいきます。お、いいんですか。じゃあ私いきます。ワンドロー。いやもう、しゃあねえ、しゃあねえ。カード1枚伏せてセットしてたんやど。では1枚ドロー。こちらもモンスターをセットしてカードを2枚セット。ターン終了。後攻1ターン目で攻撃されないのはでかい。じゃあ2ドロー。フィーランドワーフ召喚。じゃあ効果発動。召喚したターンにデッキトップを2枚墓地に送ることができると。装備魔法落ちたな。魔法石の採掘打ちましょう。おー、ストレーか。ドラギとカオスソルジャージ捨ててセブンスランス回収します。じゃあフォトの葉とフィーランドワーフリリースしているんだよな、セブンスロードマジシャン。そしてさっき回収したセブンスランスをそのまま装備します。墓地の属性 ×400 アップ。風、地、光、闇、四死16、1600アップがデフォルトです。プラストラップカードでは破壊されないっていうね、強すぎ。ミスティックディーラー置いとこう。1600アップなので3700デフォルトですね。なんだこれ。なんだセブンスロードマジシャン効果発動。あー、当たりました。3700から1200アップなんで4900。おい、おかしいだろそれは。おかしいおかしい。インフレ。じゃあバトルフェイス。ディーラーの線が通れば守備攻撃。通っちゃうんだ。お、通るってことはトラップ破壊耐性ついたマジシャン4900でダイレクトアタック。でかすぎ。手札ゼロでターンエンド。3枚ドロー。ラトログメルを召喚。自分のデッキが15枚以上の時、ラトログメルの効果発動。手札ゼロのプレイヤーはデッキから1枚ドローします。え、マジ？ラッキー。ロバディも召喚して2体をリリース。ボーソンのバンディージョアドバンス召喚。召喚したターンライフを1000払って効果発動。墓地からレベル2間再起くずを1枚手札に戻す。そして互いの手札の数かける攻撃力を300アップ。攻撃力1200アップ。3700。何？相打ちは一応取れる。まずい。そして装備魔法ブレッドベルジョバンディージョンに装備。これで攻撃力を3400アップ。攻撃力を4100。バトルバンディージョセブンソードマジシャン攻撃。うわ、上回るか。400ダメージかな。クソ、安心していた。4枚ドロー。ジャージ式の準備発動しようかな。ライフを500払う。墓地からレベル8守備500のモンスターを手札に加える。追加のカオスのジャージ式は加えることができるなので別になくても発動できます。ミスティックディーラー、魔法使い捨ててワンドロー。フェニックスドラゴンで手札1枚切って、ドラギも落ちてますよね、さっき。回収。ここ2体リリース。じゃあカオスソルジャージの着地は大丈夫ですか？相手がモンスターを召喚したこの瞬間、トラップカード、サイキックイントロダクション発動。何？ジビンフィードのサイキック族の数かけるライフを500回復。2600かな、これで。だが、カオスソルジャージはそれだけじゃないぜ。自分の墓地の属性が異なる守備500を2体で切り戻す。俺が戻すのは炎属性守備500と地属性守備500。相手フィールドのモンスター、レベル8以下をデッキの下に戻す。ということは、プレートベージは破壊されるか。その代わり、ダイレクトアタックができなくなるんでね。ここをどうしたものかというと、琴の葉と守護の竜魔導士召喚リリースして、ドラギですよ。たださっきのイントロダクションが効いたな。バトルフェイス、2500で攻撃。100残しで手札0でターンエンド。やばいやばいやばい。これはやばい。イントロダクションなかったら死んでましたね、今。どっちを取っても次のターンで確実に負けるんだよね。一矢報いるまでじゃ。キャッチーボディスと召喚して、自分フィールドの再起属を1枚墓地に送り、魔法カードジャンプアップを発動。手札からキャンスピーディを特殊召喚。何？そしてロマニも召喚。デッキの一番目のカードを墓地に送り、キャンスピーディの効果発動。自身の攻撃力をターン終了時まで200アップ。バトルキャンスピーディでドラギアスを攻撃。100ダメージ食らってあげよう。ターンエンドするしかない。私のターン。まあ、シャンクスの左目についた傷程度でしたね、今のは。遠慮なしにそのままバトルフェイズだ。レベル2のモンスターにダメ攻撃。2500。こっちは狙いたい。こっちです。弱い者いじめして勝利。今回の新規サイキックってライフ使う効果が多いから、ライフを回復するカードが光ってきますね。そうですね。お互いね、装備魔法の強さを実感したということで。実感したという。装備魔法強かったですね、マジで今。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。次のデュエル動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。